パドマシュリー勲章は、インドにおける勲章の一つで、民間人を検証する勲章としては4番目の、格式を持つ。この勲章は、毎年共和国記念日に、インド政府によって授与される。パドマシュリー勲章は1954年に制定され、芸術、教育、産業、文学、科学、スポーツ、医学、社会福祉などの分野で多大な貢献を果たした。 人物を受賞対象としている。インドに何らかの形で貢献した外国人にも授与されている。受賞者の選考に対しては政治的意思の介入によって受賞に値する人物が除外されているという批判がある。こうした批判に対してインド政府は市民向けの推薦サイトを設け一般から受賞者の推薦を募集している。2017年時点で2840人が 受賞している。受賞を拒否した人物には、シュタール奏者のビラヤット、カーン、学者、作家のマノミライサム・ゴースワーミ、ジャーナリストのカナック、センディーカ、作家のマンルー・バンダーリー、脚本家のサリーム・カーンなどがいる。一方、環境活動家のサンデル・ラール・バーフガナ、イギリスビリヤードチャンピオンのマイケル・フェレイラなどは、受賞を拒否したものの、後により、 上位の勲章であるパドマブーシャン勲章やパドマ、ビブーシャン勲章を受賞している。また、作家のパニシュワールナートレル、パンジャーブ人作家のダリップ・コール・ティワーリー、詩人のジャイアンタ・タマハパトラのように受賞後に勲章を返上した人物もいる。ありがとうございます。